皆さんこんにちは、トミーです。今日はですね、このリンサークリーナーを使ってですね、このサンバのですねシートの方を丸洗いしていこうと思います。例えばですね、このリンサークリーナーなんですけど、リンサークリーナーって何っていう方もいると思うんですけど、これはですね布製品とかをですね、多分なかなかこう、特にこう車のシートとかってあれ丸洗いできないじゃないですか。外して洗うわけにもいかず、ビシャーって水で濡らすわけにもいかずっていうので、なかなか掃除できないものだと思うんですけど、そういったものをですね掃除するときに、このリンサークリーナーがあればですね、スチームの力を使ってこうギャーッとこう綺麗にこう掃除してくれるみたいです。僕も使ったことない、まだちょっとどんな感じになるのかわからないんですけど、はい、そういったものはですね魅力的な商品となってます。で、この僕のやつなんですけど、僕のですねリンサークリーナーの方がですね、アイリス大山製のですねリンサークリーナーとなってます。で、これはですね、僕この前8月誕生日だったんですけど、誕生日の時にですね僕の両親の方からもらったものとなってます。大体ですね、これがまあ値段で言うと1万円ぐらいで購入することができます。それでは早速ですね作業の方移っていこうと思います。その前に開封しようかな。ちょっと開封します。よし。今はですね、9月なんですけど、もらってから1ヶ月ずっと開けたことなかったので、初めての開封となります。開けていきます。よっ。おお、はい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 、はい、説明書でございます。ちゃんとついてる。で、おお、給水タンクのなんか注意書きですね。あ、もうなんかちょっと待てよ、書類ちょっと置いておきますね。はい、シャッと。で、なんかですね、多分これブラシですね、先っちょのヘッドのブラシと、なんかこれがよく見るあの透明なこう吸い取るやつですかね。シュッと、なんかよくわからんパーツ入ってます。で、お、出ましたよ、これがですね、はい、リンサークリーナー本体ですね。サイズはまあ思ってたぐらいですサイズはまあ思ってたぐらいですそうですね、こんな感じですね。ちょっと早速開封してみますね。よいしょっと、よいしょっと、うわ、よし、はい、いきますね。おお、すげえ、こんな感じか。リンサークリーナーでございます。使い方はどうなんだろう。これがホース、あ、これがあれですね、こうシュッてこう水を出して吸い取るやつですね。で、ですね、これがタンクですね、満水。こっちがあれかな、片側があの汚れた水、片側が綺麗な水っていう形で使うものですね。あ、書いてますね。右側のタンクはですね綺麗な水を入れる方でして、こっちの左側のタンクはですね、あの汚れた水が溜まるタンクとなってるみたいです。なるほど、すげえですね。まず洗浄ブラシを使って、ちょっとじゃあ実際にちょっと試しに使っていこうと思います。よし、やるぜ、準備します。コンセントあと意外と長いですね、ケーブルも。あは、よし、はい、止まります。よし、ここで作業します。コンセントが横にあるので、ここですね、ここでやります。よいしょ、行くぜ。で、今日一応ですね、なんかリンサークリーナーでも水吹きかけてこう吸い取る感じだと思うんですけど、僕のイメージですけどびしょびしょになるんじゃないかなってイメージがあるんで、とりあえず今日はですね、実験ということで、あの助手席だけちょっと綺麗にしていこうと思います。さっきのわけわからんなと思ってたパーツがどうやらパッキンみたいですね。こちらのキャップは水タンクのキャップです。タンクに取り付けてご利用ください。パッキンはですね、いつもパッキンパッキン間違えてるんですけど、パッキン何かって言うとですね、このゴムのパーツの方ですね、こう水をちゃんとピッとこうピッてこう防いでくれるねパーツです。水道とかよく蛇口に入ってますキャップです。新品ですけど、いきなり外使いでも下に置いちゃってますけど、じゃあまずですね、こっちの方に水を入れていこうと思います。満水っていうところも入れますね。よいしょ、でんでてってって水水、でんでてってって水水、よいしょ、おー、重たくなってきた。あ、プルプルするプルプルする、力がない。あー、よっしゃ、今日もこんなもんで、じゃあキャップします。で、これをですね、ここにセットするみたいです。よいしょっと、ガシャン、おっしゃ、ガシャン。で、先っちょですね、先っちょどこやったっけ、これ、あれ、もうこれも差し込むだけですね。よいしょ、ついた。これでいいんかな、これなんだろう、このボタン、これでいいかな。 OK っす。で、コンセントがですね、結構短いかなと思ってたんですけど、あ、長いですね。あ、これ延長コードいらんわ、失礼します。お借りします。よいしょ。放電ではございません。よし。これでいいんかな？よいしょっと。多分これでいいはずなんで、早速じゃあちょっとやっていこうと思います。電源入れてますね、試しに。掃除機やな。これ押したら水出ますよ。これで、キュッてやったら水が出て、それをこっちで吸い込んでますね。こんな感じ、掃除機で吸い込んでくれる感じですね。すげえ。なるほどね。こう、水を出しながら、水を出しながら吸っていく感じですね。で、水は自分で出せるみたいな調整して、こんな感じですね。そういうことか。はい、何が言いたかったかっていうとですね、これがですね、ある意味も掃除機みたいなもんで、上からも常にこう吸ってるんですよね、シューって。掃除機みたいに吸ってて、で、ここからですね、このレバー、シルバー、シルバーじゃないわ、グレーかな。グレーのボタンみたいなのがあるんですけど、これをこうグッ、あ、出ちゃった。グッと押すとですね、このタンクの中の水が吹き出る仕組みになってるみたいですね。で、水出す状態にもう自分で好きに決めれて、シュッて出して、こちらの掃除機の方でですね、スーッ
ってこう吸ってこう吸い込んで汚れを取っていくみたいです。適量スチーム出すと思ってたんですけどね、普通にもう水を吹きかけていくタイプみたいですね。はい、ちょっとやってみようと思います。あ、どんな感じになるかな。てか説明書読めって話だよな、これ読まんのからね、良くないですね。はい、それでは早速ですねやっていこうと思います。いきますね、レッツゴー。おー、すげえ。いくよ。すげえ。しかもさ、ちょっと軽くペペペってやったらいいんですか。この見てください、このノズルめっちゃ凍りついてて、ただの水なんですけど、すげえな。なんかしかもなんか最初はピューってやったらめっちゃ水濡れて、あ、やべえこれ、え、これ染み込んで取れんやつじゃねえと思ったんですけど、普通に綺麗に吸い込んでくれて、あ、まあ、軽くなんか雑巾で水拭きした感じの湿り具合ですね。表面もそんなもんビチョビチョって感じじゃないですね。面白い。ちょっとやっていきますね。ちょっとよし、行きます。はい、じゃあリンサクリーナーの方ですね、使ってみました。ちょっとね、これ見てほしいんですけど、ちょっと見てくださいよ、これ。これ、なんていうんですかね、灰じゃないわ。灰じゃねえな。泥水だけど、汚れた水の方なんですけど、まあ、水を吹きかけてですね、こう、吸って、吸った水がこれなんですけど、やばないですか、これ。これ普通の水ですかね、元。洗剤も何も使わずに、こんだけの汚れが落ちました。汚れてますね、この二十数年分の汚れが。はい。すげえですよ、なんか。一箇所ですね、コーヒーのシミみたいなのとかあったんですけど、そことかもね、もうだいぶもう綺麗になって、今までずっと雑巾とか拭いても取れなかったんですけど、もう、チャーって、タッと取れますね、タッて。すげえですよね、これ。一席だけでこれですからね。で、まあ、あとですね、さっき僕気になってたこうやった後ってびしょびしょになるのかっていうところなんですけど、感覚としてはですね、雑巾で拭いた後の感じぐらいです。若干湿り具合ですね。だから、まあ、正直ちょっと置いとけばもうすぐ乾きそうな感じはします。いや、リンサークリーナーめちゃめちゃ優秀ですよ、これ。ちょっとね、これ楽しくなりましたよね。なんかまた時間ある時にですね、また他の席の方もこちらやっていこうと思います。個人的にですね、一番気になるのが3年間ですね、草広になってたハイゼットですよ。あのハイゼットシート結構汚かった気するんで、これ使ったらどんだけ汚れが出るのかやってみようと思います。ということで、今日はですね、リンサークリーナーを使ってですね、サンバーのシートの方をきれいにしてみました。このリンサークリーナーはですね、車のシートだけじゃなくて、まあ、家のソファーとかでも使えるみたいなので、これ一家に自体あるとかなり便利だと思います。今日はですね、こちらのリンサークリーナーの検証動画でした。もしよろしければですね、チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。皆さんご視聴ありがとうございました。グッ。